タイヤとブンブンの夢って。はい、どうもニヤニーです。本日は爆上げ戦隊ブンブンジャー第3話ではなくて爆上げ3、運転屋が止まらないの感想&考察をやっていきたいと思います。さあ、今回第3話ということで、もうね、早いことで3話が終わってしまったわけなんですけれども、まあ今回がね、ミラーの回かなというふうな感じもしたわけなんですが、でもそこまでなんかね、ミラーにフォーカスされたお話でもなかったし、まあ前回はね、シャーシローに関してちょっとね、過去が分かったりしたわけなんですけれども、今回は特にミラーについて何かが分かったというわけではないので、ミラー界でありながらミラー界ではなかったんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。で、気になるのがちょっとね、次回なんですけれども、次回ね、ブーンブラックかブーンオレンジがね、出てくるんじゃないかなと思ってたわけなんですけれども、なんかね、次回予告見る限り、なんかそんな感じもなく、まあ誰の回なんかなみたいな感じで、ちょっとね、分からなくなってきている部分もあったりもするので、このブンブンジャー5人が揃うのは、まあ第5話あたりではなくてもうちょっと先かもしれませんね。一応ね、前例として最終回間際まで5人揃っての名乗りがなかった戦隊っていうのもあるので、まあこのブンブンジャーもそうならないことをちょっと願いつつも、今後の話をね、楽しんでいけたらなというふうに思います。で、まあ今回ですね、気になるポイントはまあちらほらあったので、そこをねちょっとまとめてお話ししていこうかなというふうに思います。それでは本日のポイントはこちら。1、また夢に近づいた。2、ブレーキ現場。3、行間の物語。4、サンシーターの今後。以上の点について語っていきましょう。チャンネル登録するま。また夢に近づいた。前回のお話で、このね、ブンブンジャーの存在する理由としてですね、ブンブンとタイヤの夢を叶えるためということがね、語られたわけなんですが、まあ、今回のお話でもですね、その夢について触れられておりました。それがですね、この今回ね、出てきたブンブンクラシックの強化が、この2人のね、夢に近づくというふうにね、言われてたわけなんですよね。なんでこれちょっとね、もともとのこのブンブンクラシックがどうだったのかっていうのがわからないので、なんとも言えないんですけれども、今回ちょっとね、出てきたところで言うと、このブンブンクラシックが剣になったというわけなんですよね。なので、以前は剣じゃなかった。今回強化されて剣になったのであればですね、このブンブンジャーロボもまあ強化されたということは、まあ、もっとね、強い敵も倒せるようになったよっていう風になると思うんで、まあこうなれば本来のね、このスーパー戦隊の目的っていう感じの敵の組織をしっかり倒して地球の平和を守るみたいな感じなのかなとも思えるわけなんですけれども、それは前回の話で違うという風にされてたので、今回のこのね、ブンブンクラシックが強化されたことによって夢に近づいたというヒントはあったわけなんですけれども、まあ、このヒントから何かこう推測できるかとなれば、ちょっと難しいんですよね。で、ちょっとですね、このブンブンクラシックについてちょっと調べてみようかなと思って、まあ、ホームページの方とかも見てたわけなんですけれども、このテレビ朝日のホームページの方にですね、この、ブンブンカーという欄があって、そこを見てみると、ブンブンカーとロボという形でジャンルが分けられてるわけなんですけれども、今回出てきたはずのこのブンブンクラシックというのが追加されていないので、もしかするとまたそのね、タイヤとブンブンが言っていた夢につながったに当たる強化の部分がまだ本編では語られていないからですね、ここにブンブンクラシックというのが追加されていないかもしれないので、まあ、このね、ブンブンとタイヤの夢に関しては、まあ、もちろんね、まだまだわからないとは思うので、この考察の種をまかれているのをしっかりね、どこに植え付けられているのかっていうのを把握しながら、最後の最後にですね、芽が出てきた瞬間にみんなと一緒にね、その考察を刈り取れたらなというふうに思うので、まあ、これね、見逃さないようにしていきましょう。高評価を押しまふ。ブレーキ現場。今回もしっかりですね、情報屋としての仕事をね、果たしていたこのブレーキ現場なんですけれども、なんかね、思っていたよりこのね、
タイヤとの距離っていうのが近いんやなっていう感じた1話でもあったんじゃないかなと思うわけなんですけれども、まあこんなにね簡単に出入りできるんやっていうふうに思ったのと、まあ結構ねこの無許可で出入りできる感じからすると、まあシャーシローであったりとかミラと同じような存在というか同じような立ち位置にこのブレーキ現場がいるんじゃないかなとも思ったわけなので、まあもちろんねこのブレーキ現場がブンオレンジに変身することはまあみんなね知っていることではあるわけなんですけれども、このブンブンジャーのストーリーの中で考えると、例えばまあミラであったりとかはですね、もしかしたらこのねブレーキ現場って名前もねまだ知らないかもしれないですし、もちろんブンオレンジに変身するだなんて知らないんじゃないかなというふうに思うので、このねブレーキ現場がどういう風な経緯でブンオレンジに変身するのかっていうのもね非常に気になるところではありますよね。で今回ねちょっと気になったのが、タイヤがシャーシローから通信を受けて出て行った後のまあ一人で喋ってるシーンなんですけれども、あらら大変だなという感じで、なんかねめちゃくちゃ悪いやつが言いそうなセリフを言っていたわけなんですよね。なんかこのねブレーキ現場の裏の顔がちょっと出てきたシーンだったんじゃないかなというふうに思うので、まあ以前の動画でですねちょっとブレーキ現場が裏切るんじゃないかなっていうねお話をさせてもらったわけなんですけれども、なんかねこのシーンを見るとやっぱりちょっとねそういう今後の展開があるんじゃないかなと思わせるような言い回しだったように感じるので、これねちょっとブレーキ現場はまあ純粋な仲間という形でね、完全に信用して見ておくと裏切られる展開が今後出てきそうな感じがするので、ちょっとね僕たち視聴者は一旦このブレーキ現場から一歩引いて、物語をね楽しむようにしていった方がいいのではないでしょうか。チャンネル登録するま共感の物語。前回の爆上げ2ではタイヤ、イシロウ、ゲンバの3人がですねめちゃくちゃお互いの行間を読みまくって素晴らしい連携を見せてくれたわけなんですけれども、まあ今回のお話でもその行間というのがねすごく大切にされてたんじゃないかなというふうに思うわけなんですけれども、今回のね行間に関してはお互いが読み間違えたわけなんですけれども、結果往来って形でですねいい方向に向かいましたよね。なので今回のこのブンブンジャーというのはですね、まあ、多くを語らない、まあ、行間を楽しむ物語というね感じもするんですけれども、なのでこの1話の中にその行間というのがたくさんこうね織り込まれて、その1話の中でその行間というのを回収していく物語なんじゃないかなというふうにも思うので、まあここ最近では結構多いんですけれども、仮面ライダースーパー戦隊ともに2話で1つの物語というのがね結構定着しつつあったんじゃないかなというふうに思うんで、まあこのブンブンジャーもまあもちろん今はですね序盤も序盤ではあるので、1人のキャラにフォーカスを当てたお話というのを、まあ、1,2,3,4,5 ぐらいまでで知って、まあそっから6話以降ぐらいは、2話で一つの物語というのを作ってもらって、その最初の前編でしっかりそのね行間をいっぱい入れてもらって、その間でね、視聴者の僕たちがわあの行間ってこういうことなんじゃないかな、そういうことなんじゃないかなって妄想と考察をして、次の後編で、しっかり回収していって、あ当たったね外れたねっていうお話ができていって聞けば、まあこの僕たちもねこういう考察をする人たちからすれば、楽しめる作品にもなってくるんじゃないかなとも思います。サンシーターの今後、今回もしっかりありましたサンシーターパートということで、やっぱりねちょっとこの3人が映るとテンション上がってしまうんですけれども、ということはやっぱり僕の中でこのサンシーターは推しに入ってるんじゃないかなっていうのがねちょっと今日気づかされました。でまあ今回の話でもですねちょっと気になる点がこうちらほらあったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、このサンシーターからするとギャソリンを集めるのが今のね一番大事な仕事にはなるんですけれども、この1、2話通じてですねその貯めたギャソリンをブンブンジャーたちに邪魔されて届けることができなかったわけなので、そのマットレックス様のところにはですね届けられていないということになるんですよね。でこれをですね届けられなかった理由をですねやるか一人のせいにしてるっていうのもねちょっとねなんかロケット団っぽい感じというか、なんかねそんな感じで武蔵と小次郎もニャースのせいにしてるシーンあったんじゃないかなと思わせるようなこの3人の独特なね関係性が今回も垣間見れたんじゃないかなというふうに思います。で今回もマットレックス様はまあ音声だけの出演にはなったわけなんですけれども、そのね、マットレックスが言ってたのがこのマットレックス隊の出世にかかっているというふうに言っていたわけなんですよね。
なのでこれに関してはちょっとこのハシリアンっていう組織はまあ普通の一般企業の組織図と似ているものがあるんじゃないかなとも思うわけなんですよね。やっぱりこのね、一般企業の中で出世するためにはですね、まあ営業マンであればですね、この実績であったりとか、まあ数字というのがね、すごく大事になってきて、しっかりね、数字が取れてて、成績もいいというふうになれば、そこからね、出世していく形にもなるんじゃないかなというふうに思うので、まあこのハシリアンもそういう縦社会になっているのであればですね、まあある程度の、まあ今回はギャソリンをどれだけ貯めたかっていうので、評価されて出世していくっていう形でですね、このマットレックス様はですね、その出世のレースに乗っかっている人っていう感じもするので、まあ、そうなると、このマットレックスと同じように出世を狙っている、競い合っている人たちがいるんじゃないかなというふうに思うので、今僕たちが見ているハシリアンっていう組織は本当にこの全体で見るとめちゃくちゃこう一部しか見てないんじゃないかなとも思うわけなんですよね。なので、まあ前回の動画でですね、まあキングオージャと同じように第1章と第2章で敵の組織が変わるんじゃないかなって話をしたわけなんですけれども、今回の話を見てですね、ちょっと思ったのが、一部と二部で敵は変わるけど組織はハシリアンなんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。で、相手するのがこのサンシーターではなくて、次マットレックスで、そのマットレックスの上司たちと戦っていって、最終的にまあ会社でいうと社長、まあ、代表取締役みたいな形でですね、そういったトップの人がラスボスとして出てくるんじゃないかなというふうに思うので、まあ敵組織丸々変わるわけじゃなくて、敵のこの階層が上がっていくっていう感じになるんかなとは思ったわけなんですよね。そうなるとこのね、サンシーターの3人っていうのがまあ第2部第3部あたりで消えてしまいそうな感じもするわけなんですよね。というのもですね、今のところまあ現状今回3話終わって、まあこっから先もおそらくギャソリンをこのマットレックスに届けることってできないんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そうなればこの3人というのがこのハシリアン首というか、まあ波紋というか、この組織からもう必要ないとして、まあ、消されそうになる、もしくは普通にこうね出ていかされる可能性はあるんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。例えば消されそうになって、このねマットレックスから攻撃を受けているところをですね、このブンブンジャーたちが助けて、その後このね、ブンブンジャーから見た時の三下的な存在になる変なね、あの3人組になっていくんじゃないかなとも思うわけなんですよね。まあでも今のところこのイターシャとデコトラーデってこの戦闘には参加してないかなというふうに思うんで、この戦闘力でいうと未知数ではあるんで、実はめちゃくちゃ強いっていうパターンももしかしたらあるんじゃないかなとも思いたいので、まあ、ちょっとね早くこの2人がね、どんな戦い方をするのかっていうのも気になりますし、まあイターシャに関しては中に入っているのが、宮沢さんでもあるので、まあ、素晴らしいアクションをする方ではあるんで、まあここにね宮沢さんを置いているということは、後々すごいアクションであったりとか戦い方をするっていう可能性がね考えられはするので、このイターシャもシンプルに弱い存在ではないとは思うんで、このサンシーターまだまだ未知数ではあるので、このね、あしょぼいなこの3人みたいな、お笑い担当かなとか思わずに、まあ、いろんな可能性があるなと感じながら、この今後の物語もね楽しんでいけたらなというふうに思っておりますということでですね、今日はねこの辺で終わっておきたいと思います。まあブンブンジャー第3話終わりましたが、まあ僕の中ではまだなんか盛り上がりきってないなって感じもしますし、タイヤはね物語の中で爆上げという言葉を結構ね使ってはいるんですけれども、僕は一視聴者としてまだこのね爆上げには届いていないかなというふうには思うので、まあ今後ねどんな感じで爆上げていってくれるのかというのはすごい楽しみにはしているので、しばらくは静かにね物語の展開を楽しんでいけたらなと思っておりますということでね、また次の動画でお会いいたしましょう。ほな。チャンネル登録と高評価をするまふ、これからはまふんとずっと一緒まふ、もうニヤニヤチャンネルから逃がさないまふ。